に渡るのかって。渡んないんじゃない？あ、渡んない渡んない。うん。これまた違いますから。じゃあ、ヤオヒコ目指して行ってみよう。はい。え、行ったことあんの一回。あ、良い人はない。前の時は行かなかったから。その系列の奈良の方の道にも行ったことない。もう行ってない、ね。うん。ネットで調べて。これ、珍しいパターンだね。二人ともが系列店も行ったことないっていうのは。うん。でも調べると何、割と10店舗近くはあるんだよね。10店舗でも、9店舗が奈良にあるような感じの。そういう感じ。ほぼ。ほぼ。下がるよ。すれ違い困難だよ。あからさまに狭い、これは。これはあからさまに狭い。すごいもん。ダム、ダムのあれなんだね。あの、七色ダムとか思い出したわ。あそこなんかもね、こんな感じで。アーチのところのところが通れるんやけど、もう性違い困難のところで左です。これ左、うん、はい。おー、坂見てくるすごいね。左側の市街地がうわぁ、ちょっと、結構登ってきたの。どんだけ外れまで走ってんの、俺ピラゴに行くって言ったのに。すごい外しようしとんな。で、違うかな、行ったりの。これを曲がる。曲がるね。だね、辻ヶ丘に入ってくね。うん。まあ、そうだよね、団地の中だもんね。っていうか、伊賀市、名張もさ、ようこんなとこに団地作ったよな。でも多分これ、登ったら平たいんだよね、結構大きな。寿司が置かれ、そりゃさ、こっから名張桔梗ヶ丘まで出てさ、そこからさ、電車で小1時間ぐらいでさ、大阪まで通勤してさ、フルタイムで働くって無理だよな。ようやってたよね、あの平成のお父さんたちって。それで30年ローンだぜ。これは？これは、右です。右。意外と見にくいね。うん、あ、風邪ひいちゃってる。バスが来てるってことは大丈夫だね。団地に向かってるって証拠だ。路線バスがこの先何もない山の国だけ入ってるわけない。安心だ。いや、俺が普通にあの開けてくるから、あのでっかい住宅街だ。大丈夫。なんかね、伊賀のプランもこんな景色だったの。あ、そうだね。こういう住宅も登ってって、急に開けたと思ったら行ってました。工業団地の方から行ったとあまりそういうイメージも分けにくいけど、反対の北の方から、あるいはいわゆる、あの、名阪から最短距離行こうとすると、おーおーってなるような。でも、あなた面白くてさ、ローソン、ファミマは、西のローソン、あの、ドンキないけど、セブンイレブンは東のドンキやってるから。まだ名張で東食べれるとこあるんだ。アプラントやから、伊賀の方。ああ、そこそこ。コンビニに寄った時に西のやつ買いあさろうと思っとって、ふってよう見てみたらセブンイレブンが、あれ、で、そろそろ右側に、でも結構内部近くないですか、小さいなこの店で、ここの、右側やな、うん、ここを曲がるかもしれない、これ。はい、ここです。対向車さんごめん。まあまあ、タイミング的にはうん、ごめん。ごめん。
ね、ここも。おほほほ。これは、お、ん？これさっきのサンデー並みに匂うよ。これはサンデー感が匂うね。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。こういうの好き。あとトイレして、トイレ近すぎ、冷えてきて。じゃあ、大統領売ってることはいないかって。ここに売ってたらもう俺は毎回買いに来るよ。ヤオくんに。よし、じゃあ行きましょう。さあ、てことでね、寄ってきましたけど、何やったっけ、山彦さんやったっけ、あ、じゃあ、丸彦さんやったっけ、いや、八尾彦さんや。八尾彦さんね、寄ってきたけどね、残念ながら大統領はありませんでした。まあ、結構ね、気になる商品はいろいろあったんですけどね。今ね、それどころではなくてですね、トイレがしたい。とにかくトイレがしたい。トイレがしたいのに、あー、トイレがなかったんだね。さあ、もうめっちゃ駐車止まってるんだけど、あー、それが、高いよ。このままずっと行ってもいい感じ？まっしぐ、まっしぐ。家に見えたけど遠くね、え、嘘だろ、あそこに見えるの、あれです、嘘だ、一番ささいよね、これ遠いって、あなた意外と坂田さん結構急だね、よく住宅地にしたね、ここ、今俺の頭の中で、あの公園のポットン電車でもいいから探してるからね、シュッシュッシュッって、大丈夫、あの郵便配達員の時の勘があるからね、あのね、あるのよ、公園で安いポットン便所のある公園、ありやすいスポットっていうのがあるね、住宅街が意外とそういうスポットが、自動集会所とかがポンってあるような感じのところからすぐこの近くに大体そういう公園が作ってあんねん、街づくりしてんねん、そういう公園はこの、 あの前の車のカーブ、右のカーブ、鈴ヶ丘一号公園っていうのがあるけど、トイレがあるかもかな、いや、1号はあり得るな、1号は熱いよ、それか、でもこれは車が止められない、ダメだ、配達員だったらね、これはないね、来てるよ、あ、何度でこんなトイレ近いんだろうね、近いね、多分びっくりしたでしょ、昔そうでもなかった気がしたけど、いやいや、まあ近いのは近い、昔から、もともとが汗っかきなもんで水分を取るのよ、でこの時期になると、はい、まあ汗かかんくなるから、必然的に膀胱にたまるスピードが凄まじいのよね、左です、左だね、やけもう普通のお味噌も許されないからね、よいしょ、よし、よいしょ、よし、痛くなったらいい、ほど編集でどうにかする。分かりやすさで言うたら、じゃあ、あれだね。最短でいいよ、最短でいい。最短今曲がってってるところ？そう、曲がってってるところ。そうね。はい。Okay。 シャンシャンシャン。やっぱり川、やっぱり川、おお、景色はいいんだけどね、本当に触れてる余裕がね、うぅ、来てる、逆によく持つよね、だって気圧連携して以来でしょ、トイレ、まあそんな、1日4回ぐらいですから、起きて昼、夕方寝る前みたいな、俺勤務中で4回はやって
うち気持ちよ昼休憩の1回ぐらいですね。もう絶対持たんもん。2時間1回やん。ひどいとそれすら持たんって様子見てパーッと。前の現場やと、あの、何て言うの、インラインじゃなかったもんで、うん、ああ、入るけど、ちょっとここ車止めれない、止めれないよ。配達員の端末で配達してるふりをして、こんなところに止めて、お前どこの家に配達してんねんって思えようが、もう止めとったけど、うん、うん、まっすぐ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 、トイレに行きたいよ。私はまっすぐトイレを目指すのよ。信号を左に曲がったら三成に、左に曲がったら三成ね、左側にあります。おお、みんな左に曲がる、みんなドンキか、みんなトイレに行きたいのか。おお、信号間に合うかな。おお、もう急な計画、これもしかして、そうでもないの。よし、よし、ダイナもあるけど、まあ、いや、イラスなんて行くよ。あと数百メートル、ちょっと近場にいないし、あ、ダイナム、あそこのダイナム潰れたね、そういや、あの、ドンキの近くの、いや、あの、鈴鹿のドンキの近く、あの磯山の、そう、休み時間っていうか、そう、休み時間、あ、はい、よーし、どこから入ればいい、そこか、2階フロア入れていい、とにかくトイレに引っ掛ければいい。ちょっとね、あの、変わった作りじゃない、なんか岡崎のドンキっぽいね。ああ、そうだね、うん、岡崎の時は今の入り口がなんか閉められとって、メインのとこだけになっとったような感じや、うん、よし、止めて探そうか。何の話だろう。11番だけど、よし、よし、トイレ、あと大統領、お世話ではないよ。